こんにちは。聖パブロフのレディー Z につなげてください。はい。ああ、あなたか。どうしたの？1929年のアメリカ金融市場について、歴史情報へのアクセスを要求します。具体的に言うと、ウォール街で株価大暴落の正確な日付と、株取引におけるアルカナムの介入、この2点についていただけませんか？他には？あと、今夜のストーム会に向けて援軍の派遣を要請します。もちろん兵服着用で。1929年株価大暴落の発生日は10月24日木曜日。その後も28日と29日で再発しているわ。情報によると、この事件にアルカナム学会は関与していないようね。ベンデッタによって歴史が書き換えられています、レディー Z。 あなたに特別部隊を一つ与えるわ。もちろん最高指揮権もね。彼らが歴史を変えようとしている原因が分かるまでは慎重に行動するのよ。はい。どうやらお友達が少々面倒ごとに巻き込まれてしまったみたいよ、レグルス。チッ。あのさ、手続きが済んだらもう帰っていいんだよな。今から計算科学研究センターの事務所に行けばいいんだっけ？ああ、僕が案内してあげるよ。彼はメガニガルエンジニアの X よ。この際、彼に私たちの設備について紹介してもらうといいわ。あなたは確かロックンロールで名を挙げたと聞いたけど、何でも人類の工学技術にもとても興味がおありだとか。ああ、なるほど。そういうことなら自己紹介はいらないよな。私のことは船長 R と呼んでくれ。僕たちの名前はそういう意味じゃないんだけどな。おいで、遠くから来た友よ。君とは面白い話がたくさんできそうだ。この事務所は計算科学研究センターにおいて唯一財団に属しているんだ。だから共有できるものはこれら紙の研究資料くらいなんだよね。おい、急に止まるなよ。ぶつかるところだったろ。計算科学研究センター関連の資料共有が終わったよ。観光はこのくらいにしよう。何か知りたいことはあるかい？例えばストームの真相とか。あんた何か知ってるのか？僕じゃなくて僕らね。この計算科学研究センター内部施設の一つ、ローレンツ研究所がね、今回君をこの計算科学研究センターに招待したのも僕たちの提案なんだ。たとえ君が例のものを持っていないとしてもね。何はともあれ互いを理解する必要があると思うんだ。どうやらあんたら財団はどいつもこいつも情報収集の専門家のようだな。僕らは財団には属していない、計算科学研究センターにすらね。例のもののために君を付け狙うベンデッタの手下たちとは違うんだ。僕らはただ探求心の強いアルカニストにしか興味がない。ストームについての理解を深めるためにも僕らには優れた才能を持つ仲間がもっと必要なんだ。
つまりあの扉の向こう側にあんたたちの秘密基地があるってことか。そういうことになるね。何も見えねえじゃん。はい、ベルディたち今頃何してんだろう。ボートアイランドをもっと早く走らせてくれないかしら。ゾネット様はとても急いでいるのよ。お嬢様、これ以上は加速できません。このような森の中でスピードを出したらミスターカーソンに怒られてしまいますからね。ザ・ウォールデンまであとどれくらいかしら。そうですね、あと30分ほどでしょうか。まあ、そんなに？ソネット様のお友達探しを手伝ってあげると約束したわよね。このままだとベルティ様にお会いできませんわ。こうなったらベルディ、さあこれを飲みなさい。今朝調合したばかりなの。その名はハッスルマッスルピョンピョンピョン。これを飲めば。え、あの、待ってください。ん？お嬢様、やはり今回もポーションを売るおつもりで。どう？力がみなぎってきたでしょう。なんせ効果抜群の純潔なコレスクの涙と最も濃度が高いブルーロブスターの単純酸を加えた一品。恐怖なんかすぐに忘れて勇敢になれますわ。飲まず食わずでも興奮状態が2日間も続きますの。ミス・サザビー、そのようなポーションを一瓶まるまる飲ませたのですか。いくらなんでも危険すぎます。大変、なんだか様子が。しっかり捕まってください。こんなに調子がいいのは初めてですよ。羽ばたけ天へ、羽ばたけ天国へ。バスのタイヤ回る回る回る。市街地ではスピード違反です。わー、ちょっとフェルディ、もう着きましたわ。なんでまだアクセルを踏んでいるんですの。早くとも、もう着いたってば。誰か助けてくださいまし。ミスサザビ、ご無事ですか？ここは？私たち、確か、ザ・ウォールデンの裏側に突っ込んで。ええ。でもこの場所、まるで、地下迷路、みたいですね。うわあ、本当にバーの後ろに突っ込んじゃったのね。オートアイランドも壁にはまっているわ。フェルディ、ああよかった、気絶してるだけみたいね。
しかしどうしましょう。壁を壊してしまってジーヤに知られたら。ここは車体で塞がれてしまったので別の出口を探すしかありませんね。そうね、ジーヤに知られる前に早くここから離れましょう。カースピタ、さっきの衝突でこの地下に住む魔性を起こしてしまったようです。まあ、どこどこ。わあ、よくダストに寄生しているカーバンクルですわ。彼らは群れで行動するから一匹見かけたら大量のカーバンクルが近くにいることになるわけで。ここから離れるには彼らを倒すしかないようですね。ええ、そうね。私の錬金術がきっと役に立つはずですわ。いないいない、いないいない。刃のように。大賛成ですぞ。同意見ですぞ。So long lives this, and this gives power to thee. 綺麗な虹ですな。一日一個のリンゴで医者いらず。So long lives this, and this gives power to thee. お気をつけ。問題ありません。気をつけたまえ、若者よ。まだ見ぬ世界をこのペン先に。やり方は分かってるわよ。あなたを信じます。 Each moment, now night. 先輩カーレミンとクステールもこう。刃のように。同意見です。大賛成です。あなたを信じます。虹の成分を引き出します。綺麗な虹ですな。なーに、無重力状態はほんの一瞬だよ。命令するな。木から落ちるリンゴのよう星は太陽へと落ちる。運命から逃れられないわ。当然。
り方は分かってるわよ。同意見ですぞ。大賛成ですぞ。当然。虹の成分を引き出します。綺麗な虹ですな。刃のように。命令するな。同意見ですぞ。やり方は分かってるわよ。報いを受けるとして来たわ。はっ。ちゃんと見てなさい。あなたを信じます。見える、はっきりと見えるわ。I know the moon, and this is an alien city. 運命から逃れられないわ。あなたたちのために祈りを捧げます。安らかにおね。ミスター・フェルディは私に任せてください。彼を背負っていきましょう。ミス・サザビーの方がザ・ウォールデンにお詳しいようですし、道案内をお願いできますか？ええ、任せてくださいまし。私の知っているザ・ウォールデンとは全然違いますけれど、きっと出口を見つけられるはずですわ。助けて、シュナイダー。誰？ん？誰と話しているんですの？先ほど何か声が。気のせいでしょうか？いえ、そんなはずありません。この壁の隙間からにじみ出ている液体には人間の嘔吐物と血液が含まれているようですし、これは自白剤。ソネット様、なぜ先ほどから壁に向かってつぶやいているんですの？早くここから出ましょう。今行きます。うん、ひらめきましたわ。さあ、私に続いて左へレッツゴー。あれは気のせいではないはず。きっとアルカナムで人間を監禁しているんだわ。早くタイムキーパーに報告しないと。マチルダ・ブアニッシュの力をお見せしましょう。あなたを信じます。同意見ですぞ。大賛成ですぞ。同意見ですぞ。刃のように。大賛成です。同意見ですぞ。白か、あるいは全ての色か。バカな。あなたを信じます。やり方は分かってるわよ。レイニョセレイのインフェンスエリンピーナ。
命令するの。大賛成ですぞ。同意見ですぞ。ちゃんと見てなさい。虹の成分を引き出します。お気をつけ。大賛成ですぞ。 I know the moon and this is an alien city. 白か、あるいは全ての色か。受けたまえ、わかんない。あなたを信じます。今に最もふさわしい詩を選んでくれました。 So long lives this and this gives power to thee sempre caro in tu costermo cor。 あなたたちのために祈りを捧げます。安らかにお眠りください。我らと共に。あなたを信じます。どう言ってもですぞ。やり方は分かってるわよ。 So long lives this and this gives power to thee。 虹の成分を引き出します。当然大賛成ですぞ。先輩カーレミンとコステルモコン。お気をつけ。あなたを信じます。刃のように。同意見ですぞ。 I know the moon and this is an alien city。レーニョセレーノイセンセイリンピーナ。一日一個のリンゴで医者いらず。まだ見ぬ世界をこのペン先に。刃のように。まだ見ぬ世界をこのペン先に。命令するの。やり方は分かってるわよ。 Each moment, now night。 ビバラフランス、ビバラマチルダ。Okay.
支援に来てくれてありがとう。よほどのことがない限り、あなた様がレディー Z にお願いなどしませんからね。嫌な予感がするだけ。ただの思い過ごしであればいいけど。他の隊員はもう定位置に？ええ、集会の参加資格が得られた隊員は計8名、すでに各々入場しています。残りは各出入り口で待機させています。こちらは我々が収集したザ・ウォールデンの情報です。何でも今夜決闘ショーを催す予定だとか。参加者は100万ドル相当の株券がもらえるそうで、掛け金を支払った者には5から10倍の金利がつくそうです。なんてことは。タイムキーパー、これを。計算科学研究センターが新たに開発したエンジェル34-7です。土管虫の細胞液が添加されております。この翼部分を開き15秒間振ると周りに大きな衝撃波を放出します。単一方向のみ放出されますので、使用時は立ち位置に気をつけてください。ええ、ザ・ウォールデンに向かいましょう。あなたはミスター・アップルの後ろに続いて、くれぐれも目立たないように。ようこそお越しくださいました。新しい移住者、アルカニスト。道徳的なものと非道徳的なもの。バーの反対連盟と民主改革主義派、自由思想と宗教信者の方々よ。ようこそ、あなた方の拠り所、ザ・ウォールデンへ。どうでしょう、先ほどの酒を浴びた美女と大蛇の舞は楽しんでいただけたでしょうか。それでは今から会場にいる皆様に新しく調合したパイソンスイートを振る舞いましょう。焼き焼きバーボンを好むシカゴの皆さんならきっとこの味を認めてくれると断言できますよ。おやおや、皆様チャートが気になって仕方ないようだ。どうかその期待を次の決闘にお向けください。必ずや恐ろしいほどの報いが得られますよ。なんという人の数でしょう。危うくお気に入りの包帯が取れてしまうところでしたぞ。それにしても賑やかですな。とても不法の地とは思えませんが。ここはアメリカ全土で唯一取り締まられたことのないバーです。何でもオーナーのミオソティスが自ら調合したポーションドリンクは口に含んで初めてアルコールと化すのだとか。原料の仕入れから医薬店許可証、蒸留や運輸、そして販売に至るまでギャングと手を組み安全を確保しており、証拠を一切残しておりません。ここはどんな人でも受け入れ救いの場を提供します。この一点だけ見ればシカゴの地下バーにおけるザ・ウォールデンの地位がよくお分かりでしょう。彼とマヌス・ベンデッタの関係について何か分かったことは？ありません。ただ個人情報が何者かに書き換えられていました。とはいえ彼がこの時代のものであることは確かです。ですが彼がワシントンの政治家と接触した時期はアメリカ金融市場における異常なブームの始まりにかなり近いことが分かっています。それ以降ザ・ウォールデンは各アルカナム関連の株価金融の取引と深く関わりを見せています。さて皆様、ご静粛に。これより今夜のスイートな前菜をお楽しみください。共にファイターオブザイヤーを歓迎しましょう。
たった一人で10人ものアルカニストと人間の挑戦者をノックアウトし、腐敗の誉れを獲得したチャンピオンを。あの子は？さて、こたび開かれる挑戦の舞台に立つ幸運なゲストは果たして誰か。100万相当のカブテンだぞ。舞台でボッコボコにされたところで家で2ヶ月も寝てりゃどうってことないさ。わしは欠けてに回るよ。うまくいけばハンプトンの別荘すら手に入るぞ。運命の挑戦者はこのスポットライトで選出されます。運命の女神はあなたを選んだようですね。シルクハットをかぶったお嬢さん。やられた。ただいま舞台におりますのは、去年のチャンピオンであるシュナイダー並びに聖パブロフ財団のタイムキーパーミス・ベルティです。やられました。我々の情報が漏れたのでしょうか。行ってくる。安心して。それでは決闘を始めてください。久しぶりね、セーブの旦那。あたいの旦那はどうしてもあたいがあんたを始末する姿を見たいらしいわ。わざわざこんな場を設けるほどにね。あら、外しちゃった。あんたたちそこまで無駄死にしたいの？もしかしてそれが財団の言う正義ってやつなのかしら。財団に正義なんか存在しないのにね。ストームの存在すら公にできないじゃない。馬鹿げた嘘であたいの家族たちを拒絶するのもあんたたちの正義なのかしら。君、もしかして財団に任務カプセルについていたみかんの香り、だから事前にガレージで人質をさらうことができたんだ。受け入れてもらえないのなら引き続き旦那に命じられた任務を遂行するしかないじゃない。やだ、油断しちゃった。それじゃあそろそろ本気で行くわよ。いない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 。どう意見ですか。大賛成ですぞ。綺麗な虹ですが、虹の成分を引き出します。同意見ですぞ。なーに、無重力状態は白の一瞬だよ。あるいは全ての色リンゴのようだ。星は太陽へと落ちる。気をつけたまえ若者。同意見ですぞ。大賛成ですぞ。一日一個のリンゴで医者いらず。
なーに、同意見ですぞ。木から落ちるリンゴのよう、星は太陽へと落ちる。白か、あるいは全ての色か。大賛成ですぞ。同意見ですぞ。虹の成分を引き出します。大賛成ですぞ。なーに、無重力状態はほんの一瞬で、あるいは全てのリンゴのように、星は太陽へと落ちる。ぬぬぬ、跳ねたれた魂。大賛成ですぞ。同意見ですぞ。白か、あるいは虹の成分全てに出します。平和よ、どうか我らと共に。あなたを信じます。刃のように。 So long it is this, and this gives power to thee. レニュセレのインセンスエリンピン。残念、アジーズの気持ちはね。Each moment, now night. あなたたちのために祈りを捧げます。安らかにお眠りください。最高だぜ！もっと賭け金を上げてやろう！あのベル、なんとかいう娘に。頑張れ、チャンピオンのジョーちゃん。あんたに全財産かけてんだからな。うお、タウが 381.17 に。ああ、あと5000、上乗せさせてくれ。いいわ、最高よ。政府の旦那ったら思ったより強いのね。他の財団のクズどもとは大違いだわ。なぜ財団に身を寄せようと、ベンデッタでは満たせないの。なぜって、この世に残ることを許されないあたいたちだって生きたいからよ。ストームがもう目と鼻の先まで来てるのよ。雨宿りするための避難所が軒先だろうが、瓦礫だろうが、どうでもいいでしょう。もし私がその避難所を提供すると言ったら。あんたと同じ言葉を投げかけてきた人が、ちょうど今あたいたちの後ろでこの試合を鑑賞してるわ。あ、今ダウが31ポイント下がってないか。見間違いか。
SA ナンバーでありますか？すみません、ありません。でも全力を尽くします。どうか信じてください。まだ見ぬ世界をこのペン先に。 So long this is, and this gives power to thee. Each moment, now night.知恵と力、より大切なのはどちらかな。線とは、地表と交差し、あるいは交差しない空と大地の境界線。このアップルめの賞味期限が気になるのかな？ご心配なく。こんにちは。今日のシャツはあなたの瞳によく似合っていますね。入る前には必ずノックをしなさい。はい、外に出て帰り直し。この世のすべては因果法則に従って生まれる。偶然や奇跡の巡り合わせなんて存在しない。あるのは当たり前の結果だけさ。例えばこの出会い。
とかね。こんにちは。俺様を迎えることを特別に許可してやろう。ただし一番柔らかい。ランプの伝説って知ってる？不思議な金色のランプを3回こすれば精霊が出てきて何でも願い事を叶えてくれるっていう。ハローワールド。コンコン、失礼します。オーディション会場ってここで合ってますか？おめでとうございます。幸運にもあなたは世界のあるべき姿をその目で確認。ポテトフライ、ハンバーガー、それともアップルマティーニにしますか？クラブイベントはもうすぐ始まりますよ。ちゃんと座って待っててくださいね、お茶目なお客さん。はじめまして。すみません、少しお手をお貸しいただきたいのですが、あそこまでお願いしたく。ありがとうございます。会えて嬉しいよ。ずっと待ってたんだからね。このアップルめの賞味期限がこんにちは。入る前には必ずノックをしなさい、はい、あれ、私のハンカチ見ませんでした？このアップルめの賞味期限が気になるのかな？このアップルめの賞味期限が気になるのかな？ご心配なく。ああ、お会いできて嬉しいです。お元気でしたか？このアップルめの会えて嬉しいよ。こんにちは。入る前には必ずノックをしなさい。はい、外に出てやり直し。
どうぞと言ったら入ってきて。おはようございます。はい、今朝の新聞です。